人生適当、どうもノブゾンビです。本日も XCOM2PS4 やっていきたいと思います。本日はですね、新兵をまた一人作ったので、こちら紹介していきます。ですね、マユコトヨタさんですね。こちらはですね、出身国日本、日本で衆議院の議員をしてた元議員さんですね。元秘書に対して数々の暴言暴力を行っていたことを週刊誌にですね暴露されてしまいまして、その週刊誌がコマンダーの目にとどまって、その暴力性を買われてXCOMへ入隊。エイリアンの中のセクトイド、あのセクトイドに対してのこの派兵発言にはもうかなりXCOM隊員たちから一定の評価を得ている、そんなキャラクターですね。実在する人物とは一切関係のないのでご了承ください。顔は似せようと、似せるって言ってる時点でダメなんですけど、この顔が一番似てたんですよ。近くで見るとちょっと遠く、こんくらいで見ると、ちょっと若く見えますけど、ほうれい線が一番このキャラがありましたね。一応ヘイトの経歴を見てなかったんで、かつてアメリカ合衆国と呼ばれていた連邦という別次元の土地から来たソルジャー、とある科学組織、インスティチュートによってこちらの世界に転送されてしまうと。彼女の世界には彼女そっくりな人造人間が生活を送っている。つまり今自分がやっているフォールアウト4のあちらのビッグケイトさんが人造人間っていう設定で今遊んでる最中ですね。今ケイトはですね、元の世界に戻るために XCOM と協力しながら情報収集して、自分をこんな目に遭わせた者への復讐を待ち望んでいる状態です。一時期ね、薬漬けになってた時期もありましたけど、こちらの世界に来てから克服した状態となってます。そんなキャラクターです。では早速やっていきたいと思います。今回のこちらの作戦が、アドベント宇宙人エイリアンが降伏してきたんで、そちらを阻止する。作戦目標が全ての敵部隊を無力化して6人以上の民間人を救出するというミッションですね。こちら難易度イージーになってるんで、問題ないと思います。なので気楽にやっていきたいと思います。このトヨタ麻由子議員も活躍させたいんでね。ではミッション開始。おお、かっこいい。いやー、すごいな、悲鳴が聞こえる。さて、とりあえず民間人はどこにいるかな。まずここに一人見えてるね、この人と、あとここにも見えてる。見えてるのはソンクレイかな。こっちにもいそう。この建物の中にいそうだな。さて、本日はトヨタさん、このハゲ発言が出るでしょうか。とりあえずね、このまず一人助けよう。あ、いるね、いる。なんだ、関係ない、なんだろうな。とりあえず監視、ピンクキャサリン、こっち側を監視させに行くかな。で、マユコもこっちに。で、ダルシムはこっち。あ、来た。いけよ、セクトイド。お、いいね、7ダメージ。ああ、外れた。これは外れたか。残念。
あ、結構いるね。お、なんか強そうな敵出てきた。お、いいよ、撃て撃て。おし、当たんねえか。あ、トヨタマユコ何してんのよ。当てるやな。あ、民間人がやられていく。あそこにも一人いる。いや、どうしよっかな。とりあえずここにハーフカバーでここに隠れて、でケイトの発砲で 73%。 これスラッシュでやってもいいけど、とりあえず射撃。よし、 OK、 いいね、いいよ、ケイト。そんでダルシムもうこ、あー、ちょ待って、ねまだラン&ガンって覚えてないんだよな。間違えた。これ何、アックス投擲 68%。 これが当たりゃいいんだよな。ちょっと待ってよ。じゃあ一回この今装備してるこのボトルキャスターっていうのが弾一発しかないんですよ。でもその代わりめっちゃ強い。でこれでアックス投擲、このアックス投擲背中に装備してる斧みたいなやつなんですけど、こちらを、まあ、投げてもこの攻撃は行動値を消費しない。だから消費しないでやれるから。 OK、 当たった。あー、だけどダメージ4で倒しきれないか。射撃で 67%。 これ当たれば OK。 うわ、外した。クソ、外した。でも遮蔽物がなくなったからこいつで移動させて、車線は通ってるはずだからここに行かせて、うわ、54か、きついね。もったいないけどフラグレネードをここに投げよう。これで倒せっしょ。 OK で、トヨタをこっちに行かせると。で、監視。あ、こっちにもいるね。うわわわわわわ。よし、んで、ケイトまずこいつ助けさせっしょ。で、監視させて、どうすかな。一応ここまで出して監視。こっちいないか。いないね。誰か中にいるかなと思ったけどいないから、トヨタも前に出すか。トヨタこっちまで出そう。で、弾装填してここまで行かせよう。ああ、いるけどやられる。お、倒せ。撃て、撃ちまくれ。うわ、打ちまくんねえかな。当てろ。マユコ外すなよな。いけ、当たれ。うわ、遠すぎたか。うわ、やられた。クソ、民間人やられちゃったよ。うるせえ、分かってるよセントラル。
よし、とりあえずで、まずこの人を助けるっしょ。ケイトでこの人を助けて、これで3人目か、3人目助けたから、で、これで 71%。 ちょっと待って、 47% か、これ。じゃあこれを、あー届かない、ちょっと待って、こいつケイトでこいつを倒した方が一番いいのかな。待てよ、こっから一番近いのが、ダルシもここに、ここまで移動させよう。ノーカバーだけど倒せるよな、きっと。んで、でアックス投擲はさっき使っちゃったからもう使えない。で射撃が 51% しか通らないから、これでここまで行って 88% スラッシュ OK、 これで倒したでしょ。で、でこれでケイトで射撃、よし OK、 当たった当たった、よし、お、昇進獲得。マユコ今んとこあんま活躍してないな。マユコに活躍させてえのに。こっちにも一人セクトイドいたんだよな、さっき。だから、ちょっとこっちに出すか。ここでハーフカバーで、ここに入れさせて、監視。んで、こいつをここまで出す。で、次のターンでもう一人を助けると。さあ、エイリアンどう出る。お、来た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 、セクトイド。このハゲー、ああ逃げるか。あ、民間人もいた、よし、見つかったな。来い来い、いやいや撃たねえし。いや、これ弾装填して、一応ここで監視さしといて、いやこっちにも いそうなんだよね、エイリアンが。あー見えないな、民間人が。次のターンで助けれるかなと思ったけど、どうしよう、一気に行っちゃう。ここいっぱいいるしな。こっちから行くか、こっちから。ピンク行動できなくなっちゃうけど、これで一人、エイリアンいないよね。よし、いない。で、マユコを、セクトイドどこにいる？あ、結構遠いな。じゃあ、マユコここまで出して、65% か。フラグレネード届くかな？届かないね。65%。 頼む、活躍しろ。うわ、外すな、マイコ。なんだよこいつ。わや俺の心を傷つけられるで。マジ違うだろう、マイコ。 66% 当たればワンチャン倒せるかな。うわ外した。うわ監視しとけばよかった。マジかよ。セクトイドこいつだけかな。あれ、うわマジで。勘弁してよ。では、これ人間に変身するエイリアンなんだよな。鬱陶しいわ。なんで当たんのよ。くそ、監視終了させられた。うわ、まだいたよ。
やべやべ、民間人が。そう、余計なやつが一人いるな。あ、まだ行動すんの。やべ、ピンクがやばい。あ、大丈夫かな。おお、うわ、攻撃範囲が広すぎ。腹立つわ。どうすか、あと2人民間人助けないといけないんだけど。ちょっと待って、ターメリックとマユコにあそこは任せようか。任せて、こっちまで出たら車線通るかな。あー、剣が通らん。 71% これ当てっしょ。よし、当たった。一応当たったけど倒せるかな。35、あー、5、最大の5ダメージ与えれば倒せるな。いやー、微妙だな。ちょっと待って、でも一応民間人をここに来て、で側面も取れるでしょ。これでなんか 91% でクリティカルが0か。でも撃つしかねえ。うわー、どうよ。うわー、1ポイント足りなかった。で、マユコをここまで出すか。たく、ちょっと待って、マユコに活躍してほしいから。うわ、こいつ 76%。 こいつぶっ倒しとこう、こいつで。とりあえずオッケー。まずあいつは倒しといて。いや、マユコこれ絶対無理っしょ。 62% でしょ。フラグレネード投げとくか。そうすれば次移動するっしょ、こいつ。オッケー。いやー、これやべえな。なんだ、お、ちょっと逃げた。あー、攻撃なんかやってくんだ。あー、ゾンビだ。ゾンビは別に問題ない。いや、攻撃してくんね、やっぱり。うわー、ピンクキャサリンが死んだ。うわ、マユコが、マユコがパニック状態。そいつを撃つんじゃない、バカ。外すし。いやいや、マユコ、なんだよ。ハーハーじゃねえよ、マユコ。マジ鬱陶しい、マユコ。いやいや、ピンクじゃなくてマユコ死ねえやな。これがな、最初の一撃で届いてればな。全然届かないんだもん。どういったっけあいつ。いたいた。ボルトキャスターを装填して、ま、ここでこいつ倒すでしょ。 88%OKOK。これでこいつもセクトイド死んだからいなくなるか。よし、 OK、 完了。あー、評価 B。 いやー、ピンク死んじゃったな。民間人9人しか助けれなかったか。いやー、マユコダメっぽいな。全然活躍しなかったし、ピンク死んじゃったし、
いやー、XCOM2 のストリッパーが死んでしまった。いやー、 XCOM2にエロ要員がいなくなっちゃったな。ちょっとコマンダーとしてはみんなのためにまた一人エロ要員を足さないといけないな。どっかで見つけてこないとダメだ。あ、3人しか無事帰還できませんでした。あ、一応マユコが昇進してる。うわ、ケイトも重傷か。ブレードマスターを持ってるから、こちらのアサルトに育てたいと思います。なので忍び足、忍び足のアビリティはなんだ。この兵士は監視や反応射撃を発動させない。だから監視されてても、敵が監視してても、移動、ケイトが移動した場合に撃たれないっていうアビリティですね。で、このブレイドマスターってやつは剣によるあらゆる攻撃のダメージが2ポイント増加し、命中率が10ポイント増加するってやつですね。はい、次ダルシム。ダルシムも遊撃兵。こいつはファントムか、どうしようかな。ファントムか。いや、一応こいつもブレードマスターアサルトに育てよう。さあ次、マユコが何になるかだよな。マユコ何になった？狙撃兵。マユコ狙撃兵か。何に育てていこうかな。まあいいや、とりあえず。マユコがスナイパーに昇進したと。あ、戦死者1人、イージーで戦死者1人出しちゃいましたけど、まあ、とりあえず今回の XCOM2 PS4 はこれにて終了したいと思います。まあ、また次回新しいキャラ、まあ、ピンクが死んじゃったんでね、ピンクキャサリン死んじゃったんで、新しいエロ要員を足すか、もしくはまた一人気になってる、日本に気になってる元議員さんがいるんで、そちらの人を XCOM へ勧誘したいなと思ってます。というわけで最後までご視聴ありがとうございました。また次回。